今現在ですね、夜中の、はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、2時24分です。目がね、冴えてもさてしまいまして、ちょっと起きてしまいました。イエーイ。ということでね、ちょっと夜中のずっとした、雑談していこうかなと思います。はい、めいチャンネルです。こんにちは。 TikTok、YouTube、Twitter、Insta、アメーバブログ、ミクシ、めいチャンネルにね、登録していますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。っていうてもね、今私布団で生きるんですけども、はい、昨日ね、夜8時に寝てしまいまして、今、現在、目が咲いてしまったとこです。そして、YouTube、ね、YouTube を見ていました。ただね、明日からね、2日間休みなんですけど、あんまりね、長いこと来てたのかなので、どっかでは1回寝ようかなって思ってました。そしてね、最近ね、まあ夜中のね、こういう動画撮ったことなかったので、ちょっと一回撮ってみました。はい、そうなんですよ。今現在ね、夜中の2時で、まあ昨日もね、仕事やったんですけども、はい、まあ明日はね、休みなんで、ちょっと動画を撮らせていただきました。ちょっとね、撮り方が撮影ライトを抱いてね、一個だけ抱いて、ちょっと光をね、こっちこう当ててるので、ちょっと光加減がおかしいですけども、ご了承ください。はい、皆様はどうですか、ちょっとね、なんていうんですか、こんな時間にね、起きてる人って、まあまあまあちょこちょこね、いてるとは思うのですが、はい、まあ目がね、冴えてしまったのでっていうことで、はい、皆様はね、こんな真似しないでくださいね。はい、もうね、なんていうんですか、ちょっとね、私のね、仕事がね、介護職でして、ちょっとね、時間がね、バラバラで、なかなかね、なんていうんですか、生活リズムがね、くるというか、まあそっち系ですかね。だからね、もうちょっとね、こう、何ですか、夜勤もあるから、もうこう、なんて言うんですかね、日中に寝てたら、次の日の朝とかね、夜勤明けとかあったら、まあ寝れますけど、ね、遅れたりとかになるとちょっとね、寝られへん時とかがね、はい、ありまして、生活リズムがね、ちょっと狂うと言ったらいいですか、下手したらたまにね、日にちとかもね、もう分からんぐらいですね。まあ、言うで年ね、30なんですけど、もう本当に嫌になりますよ。まあ、今ね、親とかみんな寝てるんで、あんまりね、ちょっと大きい声出せないんですよ。はい。ちょっと、まあ、ちょっと離れてるけどね、親は寝てはいるんですけど、あんまりね、でっかい声出せないんで、申し訳ございません。はい。はぁ、まあ、こんな感じでね、布団に、かぶって、まあ今いてるんですけども、まあ別に起きてもいいんですけどね、まあ夜中っていうことなんで、ちょっと寝ながら話をしているんですが、ね、最近ね、これ見てください、新しいカメラの金属ブロックを買いました。これのね、
もう、はい、許してください。ここはね、ちょっと G チェックになりますけども、はい。まあ、こんな感じにね、まあ、来て、YouTube 見てるっていう感じですかね。はい。まあ、またね、もう一回見ようかなと思っております。はい。まあ、言うて、あの、雑談なんですけどね。もう、あれ、まあ、今日と明日がね、休みでして、また明後日が仕事でございます。はい。まあ、あの、何ですか、あの、あんまり喋ることないんですけどね。ちょっと、こう、夜中に、撮影してみました。まあ、面白くない動画ですが、はい。っていうかね、お腹空きましたね。じゃあ、お腹が空きました。もう、やばいです。お腹が空いて空いてね。はい。もう、まあ、言うてね、もうあと4時間かね、5時間ぐらいには、また親がね、起きてくるので、はい。まあ、私も言うてる間にね、もう一回寝て、7時にはね、起きる予定にはしているんで、ごめんなさい。あんまりほんまにね、大きい声出せないですけど、申し訳ないです。はい。で、まあ、この、アンドロイド携帯ね。あとね、皆さん、ごめんなさい。このね、携帯のね、買った動画が、まだ出てなかったみたいで、ちょっと、パソコン内にね、ちょっと、置かれてしまってて、ごめんなさい。投稿してなかったです。ちょっと、何本かね、あの、動画ね、新しい動画、携帯買いました動画をね、出したかもって言ってましたけども、嘘ついてました。申し訳ございません。あの、まだね、あの、次、携帯動画出しますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。申し訳ございません。はい。ちょっとね、仕事が忙しすぎて、ちょっと、まあ、言い訳になりますけども、あの、この辺だけご了承していただけたらなと思います。現在の近くが、まあ、2時半にね、なりましたけども、まずね、今からね、YouTube、見ようかなと思ってます。YouTube 見て、もしかしたらまた、寝るかもわからないですし、もうこのまま起きとくかもしれないですね。ただ、夕方ね、8時ぐらいから寝て、夜中の2時に起きてるんで、言うてね、6時間ぐらいはもう寝てるんで、はい。まあまあ、起きててもいいかなって気はするんですけどね。ちょっと明日朝、あるとこにね、行くんで、用事で。30分ぐらいかけてね、自転車こいで行くんで、まあ、寝れるようになったら寝ようかなと思っています。はい。まあ、そんな感じでね、夜中の、2時半の動画でした。はい。まあ、ね、あの、言うことはね、あんまりなかったんですけども、ね、まあ、家はね、ちょっとね、親と一緒に住んでまして、あの、親が寝てるので、あんまり大きい声出せませんし、その、なんかしようというのもできないので、この辺で動画は終わりたいと思います。皆様、最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の次回の動画ね、お会いいたしたいと思います。それでは、バイバーイ。おやすみなさい。